北口南口駅前ロータリー、中央口コンコースプラットホーム、神戸駅は、兵庫県神戸市中央区愛い町3丁目にある、西日本旅客鉄道の駅である。駅番号は、JRA63。JR 神戸線の愛称区間に含まれている。東京駅から続く、東海道本線の終点及び、東駅から、文字駅まで伸びる山陽本線の起点である。 市内の主要駅の一つだが、神戸の繁華街の中心駅は、三宮駅、三宮駅である。1874年に、日本で2番目の鉄道路線である大阪神戸間の間接鉄道の駅として開業した。現在の駅舎は1930年地区で近代解産に指定されている。また、第2回近畿の駅100選にも選出された。 東海道本線の西側の終点及び、山陽本線の東側の起点であり、東海道本線を所属線としているが、直通運転が行われており、当駅を起終点とする列車は少ない。JR 発足後は、大阪駅から当駅を介して、姫路駅に至る区間を、JR 神戸線の愛称で、旅客向けに案内しており、この区間は一体的に運行されている。また、 当駅から分岐する路線はないため、東海道本線、山陽本線という本州を代表する幹線の終点及び起点駅ではあるが、運行上は JR 神戸線の途中駅としての側面が強い。ホームの南には両路線の奇襲点を示すキロポストがある。歴史的には東海道本線が元々から国有路線であったのに対し、山陽本線は 民間の山陽鉄道によって作られ、後に国有化された。都市名を関する、市内の主要な駅の一つとして、名目上の神戸市の代表駅や、特定特市内制度の神戸市内中心駅とされるが、神戸市役所や商業地域の中心地に近いのは2つ、東林の三宮駅、県庁は一つ東林の元町駅が、最寄り駅であり、 山陽新幹線の停車駅は北に離れた新神戸駅である。かつては、当駅の西側の新開地一帯が市内で最も、繁華な地区で、東の浅草、西の新開地と称されるほどの活況を呈しており、当駅も市内の中心駅であった。しかし高度成長期以降、私鉄を含めた複数の路線が集結する、ターミナル駅の三宮駅、 三宮駅周辺に商業施設が集積し、中心市街地の地位は三宮、元町エリアに奪われた。豪華な貴品室や、当駅始発の東京方面への優等列車用ホームとして使用されていた一番、乗り場などに、かつて神戸市の中心駅であった名残を見ることができる。乗降客数は当駅よりも三宮駅の方が多いので、 スーパーハクトやサンライズセト、出雲などの特急列車は、三ノ宮駅のみに停車し、当駅を通過するものが多い。ただし、かつて運転されていた、新大特急、水星は、特急列車の中で唯一、三ノ宮駅を通過し当駅に停車していたが、2000年3月に、暁との並結運転開始と同時に当駅から、三ノ宮駅に停車駅が変更となった。 その後、水星は2005年9月30日で廃止され、それと引き換えに、浜風が当駅に一部停車するようになった。なお、1978年10月1日以前は、新快速も当駅を通過していた。アーバンネットワークエリア及び移行下利用エリアに、含まれている。また、長距離乗車券の特定特殊内制度における、名目上の、 神戸市内の中心駅である。駅長が配置された直営駅であり、管理駅として、神戸市内の山陽本線の所属駅である、兵庫駅舞子駅間の各駅及び、山陽本線支線の和田岬駅を管轄している。以下の駅との連絡が可能となっている。321K、2 2 5系の車内ディスプレイでは、上記の内地下鉄海岸線のみが、 連絡路線として表示されている。また、三宮駅、元町駅、新長田駅と、同様、山陽新幹線新神戸駅との連絡扱いを、している。神戸駅改札を通り、東京に向かう本城茂る前、関東軍司令官神戸駅周辺の変遷。上から順に、明治14年測量図、大正13年測量図、昭和28年航空写真。 昭和59年航空写真。右上側の貨物駅は、港側駅で、客下分離により、神戸駅と敷地を分割したことがわかる。東海道本線と山陽本線の境界線、島式ホーム3面5線のプラットホームを有する、高架駅。上りの外側線のみ、対比線を用いて、列車の追い越しが可能である。兵庫駅側の下り内側線と、 上り内側線の間に引き上線があり、平日はサラッシュ時と毎日深夜の折り返し列車が使用している。5番線と阪神高速の間にある留置線は2012年3月12日に使用が停止された。当駅の前後は両方向とも急カーブを描いている。改札口は中央口とビエラ神戸口の2カ所。 いずれもバリアフリーの一環として、段差が解消されている。改札口とホームを結ぶエレベーターエスカレーターは、1番、乗り場には設置されていない。上表の路線名は、旅客案内上の名称で表記している。普通列車はすべて中央の3番、4番乗り場、新快速、特急はすべて外側の2番、5番乗り場を使用する。当駅を通過する、貨物列車も、 2番5番乗り場を通過する。快速は、基本的に3番4番乗り場に停車するが、大阪方面は、平日朝ラッシュ時に新快速を先に通す列車は1番、乗り場、平日朝の終わりの列車と土曜、休日の朝の一部は2番乗り場に停車する。また、姫路方面は、快速のうち平日朝に、外側線を走行する列車は5番乗り場に停車する。 一番乗り場は、平日朝ラッシュ時のみ使われ、停車する列車がない時間帯は閉鎖される。この一番ホームは、もともと当駅始発の東京方面への優等列車用に割り当てられ、戦前は、特急、円、かもめや、急行列車が、また戦後も、急行、銀河や、電車特急、小玉、つばめ、富士がこのホームから発車していた。しかし、 東海道新幹線の開業で1964年に富士が廃止、翌1965年には銀河も姫路発着となり、東駅発着となる定期の特急、急行列車は消滅した。その後、阪神、淡路大震災の発生前まで使用を停止していた。なお、 2011年3月11日までは夜間に西明市からの回送列車が入り、引上げ線経由で流通線に入る運用があった。また、1番乗り場には電光掲示板は設置されていない。1.23.5番乗り場は、外側線、内側線の双方向への出発が可能である。4番乗り場から列車線への出発はできない。 日中時間帯は1時間に16本停車する。朝赤時間帯は本数が多くなる。東海道本線の終点、山陽本線の起点であり、長らく神戸駅を始発、終着とする優等列車、普通列車が設定されていたが、1968年10月1日の四三等ダイヤ改正で始発、終着する定期列車が一時消滅。 国鉄分割ミニエカ後には、1989年3月11日のダイヤ改正で、特急、スーパーライチョウの一本が当駅発着の設定となったが、1997年3月8日の改正で廃止された。2021年6月21日の時点では、早朝4時台の大阪方面、京都行き一番列車は当駅始発で、5時台の 西赤市域一番列車も当駅始発である。平日朝7時台に当駅始発の大阪方面行き、大阪発夜21時台に当駅止まりが一本ずつ設定されている。なお、折り返し列車は事故などでダイヤが乱れた場合は日中にも運行されることがある。1986年11月1日から1996年7月19日の間は、 折り返しが日中にも設定されていた。淡路屋が製造、販売を担当している。主な駅弁は下記の通り。2020年度の1日平均乗車辞任は55,742人である。JR 西日本の駅では第7位で、兵庫県内での同社の駅では三宮駅に次ぐ第2位である。2006年度以降は減少傾向が続き、 2009年度は乗車人員が7万人を下回った。定期乗車人員も2008年度までは、おおむね5万人程度で、横ばい傾向であったが、同年を境に減少傾向にあった。しかし、2013年4月18日に神戸、ハーバーランドの再開発で海へが開業したことにより、2013年度は乗車人員が大幅に増加して、 再度7万人台を上回った。近年の1日平均乗車人員は、下表の通りである。プリコ神戸神戸フードテラスデュオ神戸。メトロ神戸を経由して、地下街は、深海地駅まで伸びている。線路が、南北方向に走り、周辺の地域はほぼ東西に相対している。多くの市民は、神戸ハーバーランド側の方角を、浜手、六甲山側の方角を、 山手と言い表す。東寄りの一帯は、市内でも、有数の繁華街、神戸ハーバーランドであり、大規模な商業施設や高層ビルが並んでいる。国鉄時代には、貨物ターミナルの港川駅があり、廃止後の駅跡地の再開発により誕生した。南口前、モザイク北側には、円形ロータリーの神戸駅前、 南側には四角形ロータリーの神戸駅南口停留所がある。阪急電鉄や阪神電気鉄道のターミナル駅である三宮駅や阪急が三宮に乗り入れる以前にターミナルとしていた上、筒井駅、それぞれ一時期神戸駅を名乗っていた。各項目と神戸駅も参照。ありがとうございます。